連邦航空局発行の敷地内、ミトリズウォータールー地方空港は、アイオワ州、ブラックホーク郡ウォータールー市にある、市営空港で、ウォータールー市街地から北西 6.4km ほどに位置する。個人利用等の非定期民間航空の発着が主だが、数は少ないものの定期便を就航している。小規模地方空港に分類され、空港施設は、 搭乗口が2カ所とジェット機用のボーディングブリッジが1つあるのみである。定期便の運行は長い間デルタ航空が担っており、ミネソタ州、ミネアポリス、セントポールへ1日3便を乗り入れていた。実際の運行は3カのデルタコネクション航空が担当し、うち2便がサーブ、フェアチャイルド340型、1便がキャナディアの短距離向けジェット機での運行であった。 34人乗りの340型を50人乗りのジェット機に変更する計画もあった。空港設立の温度をとったウォルター・ベッツワースの指揮のもと、第二次世界大戦中の訓練施設から主要な地方空港へと変貌を遂げ、60年代から70年代にかけてはオーザーク航空やブラニフ航空も東空港に発着した。王子はミネアポリス、シカゴ、デンバー、 セントルイスへ多数の定期便が就航していた。79年のベッツワースの死後は、アイオワを代表するパイロット、ジョナサン・リビングストンとベッツワースを記念して、リビングストン・ベッツワース空港の愛称が付けられた。1980年代から90年代にかけて、様々な航空会社が東空港へ路線を伸ばした。アメリカン・イーグル航空、ユナイテッド・エクスプレス航空、トランスワールド航空、 ミッドウェイコネクション航空、エアミッドウェスト航空等が定期船を運航していた。その後近隣の空港、特に東空港の南約1 0 9キロメートルのところに、あるアイオア東部空港に押され、デルタ航空参入以前の段階で、主要航空会社では、ノースウェスト航空の DC-9 機が唯一の乗りレビンとなるまでに縮小していた。二0 1年末にデルタより、 ウォータールービン廃止の発表があり、合わせて政府助成金で路線を維持する用意がある旨も通達した。これを受け集交通局では他の航空会社からの入札も含め定期便維持に向けての審査を始めた。アメリカン航空は自社の短距離便を担当するアメリカンイーグル航空にシカゴ発着便を運航させる計画を発表した。 アメリカンの担当者がウォータールー商工会へ赴き事業計画を説明し、地元企業も従来のミネアポリス便よりもシカゴ便を支持する向きが強かったことからアメリカンがデルタに代わって、東空港へ就航することとなった。アメリカンの計画では、軌道に乗るまでの2年間ほど助成金が必要となるが、それ以降は助成金なしで独自に運営が可能だとしている。ウォータールー市議会は、 州交通局にアメリカンに倶替えする旨を報告し、交通局は12月8日付でアメリカンへの助成金交付を決定した。当分は1日2便で運行する予定。2009年6月2日、デトロイト発ロサンゼルス行きのオスウェスト335便が離陸約1時間後に東空港へ緊急着陸した。客室内が煙臭くなったため大事を取って着陸したもので。 乗員8名、乗客182名に怪我はなかった。整備士がウォータールーに向かったほか、乗客は代替便で最終目的地へと向かった。敷地面積は1045ヘクタールで、12、30方向に256046メートル、18、36方向に282946メートル、6、 24方向264739メートルの計算本のアスファルト舗装の滑走路を要する。2006年10月31日までの12ヶ月間で46800回の発着があり、1日あたり128便の計算になる。うち66%が非定期民間便、13%が軍用機、11%が定期民間便、10%が 航空タクシーであった。この間、ウォータールー空港に席を置いていた航空機は94機で、79%が単発機、9%が双発機以上、3%がジェット機、10%が軍用機であった。ありがとうございます。